ハローエブリワン。ちょっと皆さん、なんで起きてるの？なんでこんな時間に起きてんの、みんな。てかこっそり、いや多分まあ夜中なんで少人数だと思うんですけど、ちょっとね、BSD がちょっとあまりにも BSD がっていうか、ちょっとすごいトーラス瞑想っていうのをやってるんやけどな。あ、恋活配信です。今日は恋活配信でやります。なんで公で配信しなかったかっていうと、シェアしてないやん、このメソッドをさ。トーラス瞑想は動画で販売とかしてたけど、スターシード生誕祭の動画とかで販売してたけど、みんなにシェアしてないから、あんまり BSD すごいすごいってこうなんか言ったらあかんみたいな制限があって、なんか入ってない人になんか共感してもらえないっていうか、なんか入ってない人のこと気になってしまって、もうなそういうのが自分ではほっぽいなと思うんだけど、最近そのトーラス瞑想っていうものを BSD ではやってたよね。すごい簡単なんやけど、それのもっと簡単バージョン、日常生活で使えるっていうのが降りてきてですね、それをね今実験でやり始めてるんよ、私自分の人生で。だからね、本当にすごいんよ、現実創造を細かくやれるっていうか。で今日、いや本当あまりにもオタク的な話なので、ちょっと興味のない人はへーみたいな感じで、多分今じゃなくて未来的な多分考え方っていうか、未来思考のことなんで、今なんかへーって、まあ、思われてもしゃあないし、私自身が思ってるからさ、今私イバナ・ジャバックっていう、ブラッド・ピットとかハルベリーとかシャーローズ・セロンとかシャーリス・セロンか、めちゃくちゃすごい人たちを、世界的な大スターの演技を育てた人のところで演劇を勉強してるんですよね。で一緒に勉強してる人たちは本当にアメリカで活躍されているネットフリックスのドラマに出たりとかされてる方のクラスを見学に行って勉強させてもらったりしてるんだけど、今回の課題がマトリックスのオラクルだったわけで、オラクルって一瞬先のことを全部予言するのね。今あなた、例えばさ、その花瓶のことは気にしないでって言ったら、その後にネオが花瓶を割るみたいな。で結局オラクルって一瞬先が全部見えてるわけ、ね、でも想像主の場所から、もうそこの想像主の場所からとか考える私がオタクなんやけど、想像主の場所から考えると自分で作ってるわけよね、その花瓶を割るって。でじゃあ花瓶を割るっていうことを共同想像してるわけや、ネオの意識とオラクルの意識が2人で潜在意識で合意を持って共同想像しないと現実は起こらないから。でなんで、うわ富田恵子なんでこんなお時間に起きとるごめん、名指しでごめん、何万人も聞くかもしれん配信で富田恵子と名指しでで要するにネオの意識と潜在意識とオラクルの潜在意識が合意をして花瓶を壊すっていうことを、決めて、で結晶化してるわけよね。でそれを、今はさ映画の中では予言っていうことになってるんだけど、意識的に作っていくっていうことができるわけよ。夜中の2時、4時、4時、よう起きてるなみんなすごいな。でちょっとあまりにもオタクすぎるからこのくらいの人数の方がいいかもって言いながらもう60人も来てる
で、要するに今私がやってるのはあの BSE の人はまた BSE の人とかって言ってまた分けるみたいなことが始まるから公ではと思う。だから公でも分かるように話しますね。要するにトーラスのエネルギーを今使ってて、あ、ここでコマーシャル入れます。あのトーラスのエネルギーに触れたい人は今プロフィールリンクからフラワーオブライフシール販売してます。お買い求めください。で、要するに一瞬一瞬そのフィルムの前から、現実創造をしているっていう立場から見た時にあの花瓶をが割れるっていう、あのネオっていう人がオラクルっていう預言者のところにネオが救世主かどうかを見てもらいに来るっていうシーンで、オラクルがその花瓶気にしないでって言ったら、その花瓶が何かわからないんだけど、その花瓶がその次の瞬間ネオが動いたことでバンって割れるわけ。ネオってだから、脚本的には何を表現してるかというと、このオラクルは一瞬先の出来事が見える、予言できるっていうことの表現だよね。でもそれを創造主の立場から見た時に想像してるわけで、その今私がやってるのはこのトーラスっていうエネルギーの中に入って、あ、トーラスのこともさちゃんと説明してないけど、前にこのリンゴ状のエネルギーのことを伝えてると思うんだけど、その写真とかトーラス瞑想の写真とか公では公開してないから、要するに私たちのエネルギーフィールド、ソースのエネルギーっていうのはこのリンゴ状のトーラスの中に入るとソース意識そのものになれるっていう風に私は感じていて、そこの中で、現実創造していくっていうことを、次の現実を作るっていうことをちょっと今実験してやってるよね。あのそれはずっとはやってへんけど、あのなんていうかな、要所要所でこうなる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 みたいにして、で結構の確率でそうなっていってるんで今。で例えばその創造主でがオラクルがその創造主で花瓶を割った、それってさ一瞬2人にとってネガティブに見えるやん。オラクルにとってもネオにとっても綺麗な花が飾ってあった花瓶が割れるわけやからね。いやなんかじわじわ人が増えてきてる、4時なのに皆さん起きてますね。でその、で結局そのことはなぜじゃあ想像したのかってことない。それはやっぱりオラクルがあえて自分の花瓶を割ったとしたら、割る現実想像したとしたら、ネオに自分の力を信頼させるためで、ネオの方はそれを、共同想像したとしたら自分もオラクルのことを本当かものかどうか知りたいから、で合意のもとで現実創造が起こっているわけね。だから世の中に起こっている現実っていうのはお互いに同意がないと起こってないわけで、その今例えば社会情勢でいろんな大変なことが起こってるやん。それは集合意識の表れだから、みんながさそれに対して合意をしてるわけよ。そういう現実を作りますよっていう。でそこから、その現実には同意しないわと思ってる人たちはあんまりその社会のなんか現実 に左右されないところで生きてることが起こってると思う、ね、だからそこに合意しない。例えばコロナの状況がすごい大変だということがあって、集合意識でそれを作り出してるんだけど、自分はそこには合意しない、調和と平和を選ぶっていうことを選択する。だけどまあ社会がさあまりにもそういうふうになった時、どうしてもある程度は影響を受けるけど、でもがっつり影響を受けなくなるっていう現実創造ができるんじゃないかと思って、これは仮説ですよ。で私は今それをちょっといろいろ実験してるわけなんですよ。でその実験の結果、トーラスの中に入った瞬間にさっきね何が起きたかっていうと、なんでねこれを公で配信しようかって思ったかっていうと、いやいよいよなんか本当に自分の意識で自分が何者かである、だから自分がソースである源であるっていうところに立った時に、本当にミラクルを起こせる人たちが出てくるっていうのが分かったというか、気づいたというか、腑に落ちたというか、それがさっき起こってて、それねくだらんことで起こったよ。なんかね私ねちょっともやっとしてたことがあって、その相手とつながりたいと思ったから、その相手に LINE を書いたわけです。結構長い LINE で、それは別に
どっちかというと私が誤って あなたに誤解されてるのが悲しいから書きましたみたいなラインだった。でもなんか書いててなんかムニュッとして変な感じなんよ。なんかさ、で自分でもさ、これちょっとなんか深刻さに入ってるけど、でも私あの繊細な人やから繊細さに許可を出すとこれもういい、 やろって。で別に相手とつながりたいと思って正直に書いてるから、ちょっとでもなんかその変なエネルギーが入らないように LINE を書いたんだけど、それでもなんかがあったわけよ、エネルギーが。あんまちょっとだから深刻やなと思ってたんね。で、あ、そうやと思ってその LINE を書いた後に、あ、トーラス忘れてたと思ってトーラスに入って、でトーラスの中でじゃあこの人とどういう現実を作りたいと思って、あ、その人と本当に仲良く笑ってたいっていうのが見えて、そのエネルギーを感じたよね。でそのエネルギーを感じてその感覚を味わったわけ。 この感覚、この周波数が現実創造されるだけなんよ。で抵抗がなければ必ず、あの抵抗がないものに関しては必ず現実創造が起こるわけ。あ、私の今までの体験で言うとやで、抵抗があるものに関しては時間が、抵抗があるときは現実創造ができないんよ。時間がかかったりとか、 でも現実創造された時点ではもう抵抗がなくなってる。だからその抵抗を、自分の中の抵抗をどれだけ薄くしていくかって、なくしていくかっていうのが現実創造の秘訣なんだけど、その、抵抗を少なくためするために、あるのが、まあ、ハッピーが言ってるエゴキンマン対策。エゴキンマンだと思ってその声は聞かれ、どうせ無理やとかさ。だけどさ、そのエゴキンマンを聞かなかったとしてもやっぱり今なんかこれは違うなっていう感覚があったりすると思うよね。でその時には、いろんな方法があるんだけど、とりあえず今は置いとく。あのちょっともうちょっと今日の BSD ではちょっともうちょっといろいろお話ししましたけど、方法を。抵抗ってどんな感覚、抵抗ってどんな感覚かわからないですか。あの例えば、簡単な例で言うと、あ、この人と仲良くなりたい。例えば今日の例で言うと、あ、この人とめっちゃ仲良く 笑い合ってるって、もう仲良くなってつながってる、ハートでつながってるっていう感覚が、で私は喜びだけだったんだけど、でもその時に、あ、なんかでも難しいかもとか、あ、なんかならへん感じがするとか、でもこの人とこうなったらちょっとなんか違和感があるとか、無理、なんかそんな、なんか感覚ですね、抵抗の感覚です。それがあるときは現実化しないですね。でも本当にその抵抗がなくなったら現実化するんですよ。でそれがこのトーラスの中だとさらに、ソース意識でやれるから。でこのね、そだから結局何が起こったかというと、 LINE を書きました、ちょっと違和感がありました、これ送ってどうかなって思いました。でトーラスの中に入りました。トーラスの中に入った瞬間にパッて意識が、まあ、あの要するに自我の意識から高い周波数の意識になるわけですよね。で、その意識状態で自分は本当はどうなりたいのか、この LINE を送ってどうなりたいのかを感じてみたら、あ、その人とハートでつながって笑い合いたいと思って笑ってるのを見た時に、もうすでにそれが起こってる次元になるわけですよ。この今のこの感覚が未来を作るんで、でその感覚になった時に思ったのが、あ、この LINE はいらん、この LINE 深刻すぎる、こんな複雑なことじゃない、これもっと簡単やって言って LINE を取り消したんですよ。だから例えばその、すっごく複雑なエネルギーではないけども、ちょっとだけ何かがあるような LINE を送ると、その周波数が増幅して相手とのキャッチボールになるわけ。抵抗は自我の声ですか。あ、そうですね、自我の声ですね。自我の声として出てる場合もあるし、声にはなってないけど感覚ですね、抵抗の感覚がなんかあるっていう。私の場合は昨日、やったトーラスの中で願望実現の願いを放った時にやっぱり抵抗が出たんですよ。でそれは、あ、これを実現してしまったら傷つける人がいるっていう感覚があったから、でその傷つける人がいるっていう罪悪感を、超感覚メソッド1っていうのもメソッドであるんですけど、それで、外した上で、でもやっぱり抵抗があったから、いや今の時期じゃないんだなと思ってとりあえず置いときました。で結構、大きな夢とか大きな願いに関しては抵抗が出やすいから、
今はまず小さなこと、例えば昨日私がやったのは今からやるじゃんけん絶対勝つっていう、一番になるっていう、でそのもう一番になってキャーってやってるのを体感してからじゃんけんしたんですよ。そうするとそうなるとか、そういうことですね。もう小さなことから始める。例えばスーパー行くときにめっちゃ美味しいアイスに絶対出会えるとか、そんな感じだから、そんなちっちゃいところからちょっとやってみてください。そして、トーラスに入るとパチって変わるんだけど、トーラスのこと、トーラスは公ではまだお話ししてないので、まだ実験段階なのでね、この実験が進んで私の中でもうわってなったら YouTube で発表しますけど、それまではこれ使ってください。あの予知するっていう、あの細かくセッティングしていくっていうのをやってみてください。そしたらいつの間にか大きいものもできるし、その時抵抗が出てるっていうのが分かると思うから。だからね、多分抵抗が分からない人は小さな望みに対してもやってないと思う。こうなったらいいなっていうの。そうするとそれはシンプルなんだけど、例えば大ホールで歌歌いたいってなった時に、それはならんやろとか、もうちょっと、それはならんやろと思ってるのは絶対ならないんです。ビリーブですね。そう、ビリーブですね。でもビリーブも、たまにポジティブシンキングみたいな感じで自分の中の不安感とか抵抗のエネルギーを感じないようにして信じようとしてる人いるんですよ。それも難しいんですよね。ビリーブっていうんではないんですよね。ビリーブってちょっと力が入るんですよね。もうちょっと、いや本当になるやろみたいななるやろうっていうよりも、その感覚を体験するのが先だから、もう感覚を体験してしまったから、あ、なってもならんでもいいやろみたいな、とか どうせなるやろみたいな感じなんですよね。もうビリーブの力さえいらない、抵抗がないって、そうなった時は必ず現実化します。で今日この公でなんかずっと、あの、なんで公で言ったかっていうと、いや、やっぱりすごい、あの、なんていうのかな、いや、簡単さを許す時代がやってきたなと思って、本当に簡単さを許す時代がやってきて、で、いろんなところで多分いろんな人がね、あの、情報を伝えてると思うんですけど、うわ、確かに抵抗を見て見ぬふりして臨む時がある。そうでしょ。その抵抗があることに気がついていると、抵抗があるときは現実化しないんで、がっかりする必要ないじゃないですか。現実創造テクニック使ってる、メソッド使ってる、願いを放ったらそうなる、ウェルビーイングでボルテックスになったら引き寄せられるみたいな、引き寄せっていうよりも現実創造ですね。できるって思っててもできないときにがっかりすると思うんだけど、そうじゃなくて、そこに抵抗があったら現実化しない。ただそれだけのこと。だから抵抗を、外す方法が、いろんな方法があると思うんだよね。 BSD では超感覚メソッド1とか、を使ったり、あと演劇的な手法ではその感情を感じきるみたいなことを、まあ、一時的にですね、感情を感じきるのは大変やからやったりしてるんですけど、例えばその運動選手が優勝したいって思うときに、その抵抗を少なくするために稽古を一生懸命する。それはもう抵抗を一つなくしてるんですよね。技術を上げてるのと同時に、あ、自分はこんだけ稽古してこんだけできるようになったから絶対優勝するやろっていう抵抗ができる、抵抗、あの、なんていうか、無理やろみたいな抵抗がなくなるわけですよね。で今日はね、突然声活配信でこのことを話そうと思いました。でやっぱりあの BSE の中でやってることがあまりにもタブ的で、どういうふうになんか分離感を感じてほしくないですよ。だから私がやっぱりそういうふうに思ってるってことは分離感を感じてるんやろね。あ、それもなくそう、ちょっとなくしますね、なくそうって決めたんで。そうで、今なんでこの公の方で配信したかっていうと、今日 BSD で配信したことがすっごい面白くて、この現実創造の仕組みが。で、例えば今日の朝 BSD で話したこと、どんなことで言ったかというと、じゃあみんながさ、昨日じゃんけんした、5人でじゃんけんしたんだけど、その人たちが全員現実創造のイメージ使ってやるっていう方法を使ったとするじゃないですか。
みんなが勝つっていうことをキャーって思ってやったとするじゃないですか。そうしたらどうなるんだろうっていう疑問が湧いたわけですよ、自分の中から。で、未来に聞いたのね。そしたらね、その状況になったらね、みんなもうね、意識が立ってるので、じゃんけんする必要がなくなる。私はここだっていう感覚、もう朝起きるの嫌だけどここなんだっていう感覚が来るから、その直感に従ってそこを選ぶっていうチョイスが始まるから、じゃんけんが必要となくなるし、あとまたじゃんけんが必要な時点でじゃんけんをして負けるっていうことは、あ、そのためその方がこの集合意識、人類ソースが、ソースそのものがそこに自分がいるっていうことがいいんだっていうことを分かってるから、だからこれでいいのだ、起こってくることが全ていいのだっていう地点に立つから、あ、負けて嫌やなっていう。もうなんでじゃんけんしたかっていうとね、リハーサルの時間を決めたんですよ。一番朝早い人が7時40分、一番遅い人が11時、私は11時に取ったんですけど、で負けちゃったとする、7時40分。そうすると、あ、現実創造の力を持ってても、わーってなるのがもう抵抗もないとこまで行ってたのにもかかわらず負けちゃって7時40分になった場合は、あ、7時40分に行った方がいい理由があるんですよ。で、私はもうこんなん言うとさ、またそんなんなんかこう妙にスピリチュアルな人はくっつけてるみたいに言われるとムカつくんやけどまあでも昔の私はそんな風に見てたからしゃあないな。で、この前それが起こったのね。じゃんけんを相手の人に任せたら負けたわけでそれで一番7時40分からになったんだけど、その時にね、分かったっていうか思ったのが、そういう時私はやっぱりすぐに切り替えるから、あ、これなんかそこに行った方がいいんやなって思うわけ。集合意識のためにもそうだし、集合みんなのためにもそうだし、自分にもそうなんだろうなと思ったわけ。そしたらさ、その日、あ、絶対これは家族の写真を揃えないとダメだって自分で気づいて、で、家族の写真を現像するのにすごい結構アメリカ、どこでもこの現像ができるわけじゃないから時間が結構かかって、お昼のご飯食べたりしながらだったから2時ぐらいまでかかったから、だから稽古が4時ぐらいからしかできなくなっちゃったよね。でもそれはもう8時半とか9時とかにはもうリハが終わってたから、それだけの時間で終わった、すごいラッキーだったよ。それがもうちょっと遅かったら、リハーサルの時間が取れなくなっちゃってたんで、みたいなことが起こる。だから本当に良きことのために起こるから、で、自分たちが現実創造していくんだっていうことのところに立っていれば、自分の意に沿わないことが起こった時に、あ、これは何か良きことのためにこうなってるから、そのギフトを逃さないぞみたいな感覚になる。抵抗だらけな気がします。抵抗がなくなったら現実創造できないことがないですよね。そう、抵抗が消えたことに関しては現実創造してますよ。キリストやブッダがその意識だったってことですね。私はそう思います。で、なんでこの話をしてるかっていうと、人類の意識がだんだんそういう風になってるんじゃないかなっていう風に考えてます。で、それが今日朝さっき LINE をやって送った後でトーラスの中に入って、えってなったら、あ、このラインいらん、複雑にするだけみたいです、取り消すみたいなことが起きたんで、うわ、これさ、めっちゃ簡単やんってなって、これは、あ、ちょっと今私本当 BSD とこの外の分離感がなくなったわ、みんなに知らせたいと思って、今までは BSD の中で作ってきたことだから BSD の人にしか分かってもらえないんじゃないかっていう私の中の分離感があって、でもこれトーラスの中に入ってやる方がいいんだけど、トーラスもちょっともしかしたら近々シェアできたらしますね。じゃあみんな BSD に入った特に3期からしてる人は何なんやって思うかもしれないけど、あ、でもな、ちょっとやっぱり、BSD は BSD の良さがあるので、ちょっと私の中で精査します。というわけで皆さん、お役に立てましたでしょうかお役に立ってもなくてもいいけど
私が嬉しいからもうキャーってなったんよ。あ、もう全然違うやんってなったんよ。その興奮を、こんな時間にどんどん人が増え続けている。もうじき100人。今来てくれた人、今日話したことはちょっと相当おもろいと思うんで、ぜひ聞いてください。もうシーラちゃん、大木静香、ますますちょっと意識が鮮明になってきました。いや、なかなかいいシェアじゃなかったですか、今日のこの話は。もうね、演劇も相当すごいです。演劇も皆さん、あのしーちゃんの BSE アーティスト養成講座は演劇やと思ってる人いるかもしれないですけど、演劇ではないんですけど、いや今回演劇は本当にすごいです。で、どういうことが今後起こっていくかというと、私はこれ目を覚ましていくから、もう複雑な現実を作らなくなるわけですよね。要するに平和で幸せで豊かな現実を作っていくわけですよね。そうなった時にミラが言うみたいに、私たちはこの地球に感情を味わいに来てるわけよ。要するに感情の中毒だみたいなことがあるわけよ。で、感情の中毒、悲しいとか切ないとかを味わいたい。でも現実創造できる力が戻ってるから、その感情の、感情を感じるようなすごい悲惨な現実とかもう作らないわけですよね。で、そうなった時にお芝居の中でやる。でね、もう分かったんですよ、私これも分かったの。要するにお芝居って、その大きな総帥式、このトーラスの中に入っている時って総帥式になるんだけど、総帥式では演じられないんですよ。総帥式の中では空になるから、全てがあって全てがないっていう、この無の感覚になるんで、あの感情を感じるっていうことができないんですよね。だから自我の方に行って感情を感じる。だからすごい面白くないですか。感情を感じたかったらお芝居でやったらいいわけよ。みんなでも感情を感じたいから、わざわざ現実を複雑にして、感情をミルクレープ、BSD ではミラが言うミルクレープ、あなたたち地球人は悲しみ、切なさ、罪悪感、無価値観、喜びみたいに、感情のミルクレープを作ってそれを味わって遊んでいますって言ってるんだけど、それをまだやりたいやん。だけど現実ではやりたくないやん。感情は感じたいやん。で、それを演劇の中でできる。だからこれからの演劇は、それ私ね、その発想はもう20年ぐらい前に来てたんですよ。これからの演劇っていうのは、とかドラマ、テレビを見て、テレビとか映画、私ずっと脚本、連ドラとか書いてきたから、それの役名どうなるんやろと思った時に、連ドラとかそういうものを見ることで感情を味わう、ドラマとか映画を見ることで感情を味わう。あ、でも今みんなもそれをやってるよね。だからなぜそれをやるのかって言ったら、現実でそういうもう複雑な、現実で人殺しとかはできひんし、てかしたくないやん、そういう現実作りたくないやん。でもドラマの中ではその感情を味わえる。だ、そういうものにエンタメはなっていくんですよね。というわけで熱くいろんなことを語りましたが、皆さんBSD じゃない皆さん、ちょっと大丈夫でしたか。なんか私の中のちょっと分離が消えたんで大丈夫だと思うんですけど、さっきまで分離感がやっぱあったんで、分離をなくしたら大丈夫な感じがするんですけど、はぁ、久しぶりの恋活配信、ロサンゼルスからパワフルしーちゃんがお送りいたしました。これは、この私が私に恋をする、私が私を愛していることを明らかにする、そのことを思い出す時間でした。この番組は音と映像と舞台の株式会社の提供でお送りいたしました。あー、めっちゃすごい日々やもん、毎日が。じゃあね、バイバイ。
炎上。